東方から望む、木雲山菊も城市の石踏み。背後に、木雲山の山腹崩壊跡が見える。撮影木雲山とは、岐阜県大野郡白川村にある標高1622メートルの山。岐阜県北部、大野郡白川村中央部、小川右岸の北ににある。国道156号の道村内保木は木付近から、その山陽と、後日の西側山腹にできた。 大崩落面を眺めることができる。北西の麓は、世界遺産の白川号の萩町集落がある。飛騨高知最高峰の猿ヶガバンバ山の西にある、前衛の山である。雲がこの山に当たると逆流して帰っていったという、言い伝えに由来するとされる。1586年に発生した、天正地震により西川山腹が大崩壊を起こした。 崩落した土砂により六の小川が稼働を閉塞させ、関留湖が形成されたほどだったという。約400年の時間が経過した現在においても、なお、山頂付近から二つに割れた地形が確認できる。また、この五郎きゅ山付近にあった、戦国武将、内賀島尻の居城、菊茂城、及び300から400個あったとされる、城下町が崩落した土砂により完全に埋没し、 内ヶ島市一族労働を含む領民のほとんどが壊滅、死亡した。内ヶ島市は鉱山市でもあったと伝えられ、戦国武将の中では大量の金を保有していたとされることから、城跡には埋蔵金が埋まっているのではないかと考えられている。ありがとうございます。